ハヤツルです。こんにちは、ヘラヘラのサオリンです。はい、今回ですけど、ヘラヘラ三重市が登録者100万人突破したということで、はい、前々から言ってた100万人突破記念のプレゼント、買いに来ました。ありがとうございます。はい、今回サオリン編で、はい、サオリン前からバイクが欲しいって言ってたんで、今回都内最大のバイクのデパートの SCS 社っていうところに来ました。ここ貸し切らしてもらったんで、もうこの中で一番欲しいやつをプレゼントします。すごいな。めっちゃテンション上がってるんですけど今。これパッと見たらマジでいかついやつ。いかついですね。結構いかついな。でかいよ。そう。テンション上がる。ちょっとバイクね、ロケマスが詳しい、まあ、佐々木さんも詳しいんで。そうなんですよ。一応連れてきてます。はい。アドバイザーとして。僕らも。もしかしたら。そうか。もしかしたら買ってくれるっていう。じゃんけんで。マジっすか。俺の人間決める。やばい。帰ろう帰ろう。あ、原付はもう高校から乗ってるんですよ。なるほど。これ原付じゃないよな。これは違います。ガチの中型。中型、大型もありますね。はい、中型の免許を持った。いや、まあ、あ、もうこれが取り入れた。いや、原付を買っていただきたい。原付なるほどね。ちょっと色々大変なんで。あ、なるほど。維持費とかかかりますよね。そうですね。民販だったらね、まあ車検ないんでね、楽ですけど。ちょっと一回見てみましょうか。いや、楽しみだ。普通にテンション上がりますよ。バイクが来たの初めてやね。初めてやん。そうなんだ。俺いつも見たらブリティストやから。タイヤタイヤタイヤ。あー、かわいい。ここも元気やん。まあスクーターですけど乗れないですよ。高っ。ええどっか、これ150。マジでどっか。この値段するんですか、バイク。これは郵便局の人がどうしてバカいっすね。確かにね。え、かっこいい。こっちの安いんや。でも逆にも、あ、これ SR50 なんですか。 SR50 え、有名。いや、SR、この SR は有名じゃないです。こっちの SR は有名。 SR の機能が欲しいってこと。 SR の400ってやつがでかいんですけど、あ、かっこいいですね。乗り付けじゃない。単車ですね。中面。え、それが欲しいんですか。欲しいんですけど免許ないんで。あ、なるほど。乗りたいな。それない。そうなんです。いや、でも正直免許取ってからバイク乗るってもありなんですよ。俺もそうでしたもん。大型買ってから免許取りに行ったんで。あ、大型買ってから、そう。結構いるよね、最初に。そうなんです。もうなんか自分の行動力を移すみたいな。いや、こんなのがいいんじゃない。自衛隊でも高いよ、結構10万するよ、これ。絶対こっちの強い。これ、これ元気。利便性はつけたかずに。利便性で、ちょっとこっち行きましょうか。あ、この辺お願いします。お願いします。あ、来るのかな。これいかつ。これなんで。これやばいやばい。仮面ライダー乗っ取り。え、これ何になるんですか。これ四輪車。いや、三輪車。三輪でかっ。意外安いやん、このフォルムで。さっきのあの郵便局だと一緒ですね。一緒、さっきの郵便局と。郵便局ってこのいかつさでこの値段ってなんか安く感じるけど。確かに。これが一番乗りたいやつです。理想の。これかっこいいっすね。これめっちゃかっこよくないですか。これかっこいいっす。かっこいい。こっちです。これ何本くらいですか。これいくらなんですか。68くらい。68万。ああ、でもまあまあまあ、お求めやすい値段や。かっこいいっすね、確かに。郵便局よりも。郵便局です。かっこいい。これまたがっていいですか。あ、はい、大丈夫です。え、またがっていいですか。え、ここに。確かに、バイク乗ってる女の子ってかっこいい。確かに。僕はそういう方がいい。いやー、いいっすよね。バイク女子。バイク女子。しかも SR なんてもう最高っすよ。あ、うわー、かっこいい。かっこいい、確かにこれ。めっちゃテンション上がりますね、これ。かっこいいな。え、いいんですね、これ。これ足が全然届かない。これ大変そうやな、操るの。確かに。これ身長低いの乗れるんじゃない。乗れます。今スタンドが立ってるんで下ろすと足も。なるほどなるほど。倒れた時とか倒せないです。起こせないです、絶対。私あと練習するんですよね。練習する。免許の教習所一番最初そうです。こういう中年持ってるんですか。持ってます。すごい、かっこいい。大型と思った。俺は大型持ってますね。大型チームまで。大型これ。これ大型ですね。乗れますよ、俺だから。かっこいい。すげえな。操れる。操れます。余裕ですね。大型のこんな感じになる。いやいや、俺やばい。いや、もう俺ゴリゴリの単車乗ってる。いや、ロケマスバイク確かめっちゃかっこよかったよ。旧車なんですよね。すごい。もう売ってないんで。なるほどね。え、でも今回原付？原付。で、原付ってこういうことやろ。あ、これも125です。え？え？二人乗り。このナンバーがピンク色じゃないですか。これは小型なんですよ。原付免許乗れないです。はい。乗れへんの？無理なの？これ二人乗りできますよ。結構早いですからね、これ。90とまでに。うん。90出るんやこれ。どんなの原付？原付は。あ、上？本当だ。あ、上か。ちっちゃいもんな。確かに。全然違う。これがいいとかある。いいんですか、言って。いいです。もうあるんですか。さっきからもう見えてたんですけど、これ、これかわいい。
これ原付です。かわいい。私女の子は全然マッチそうな。なんか俺らの時代にこんななかった気がする。うわ、本当だ。乗っとう人。かっこいい。めっちゃキラキラしてます。結構大きいですね。結構でかいな。うん。これ原付じゃん。これ原付です。結構でかいんやな、原付って。かわいい。原付で60キロまで出る。法定速度30キロですね、原付の。そうです。はい、そうなの。そうです。だから30キロで走らないといけない。30キロね。そうですよ。30キロ走らない。まだ便利やもんな、都内あったらこれ。そうなんです。そうなんです。ヒカルさんバイク乗る？俺乗ったことない。原付もないんですか？まともは乗ったことないな。後ろ乗ったことはいっぱいあったけど。ああ。これめっちゃいいです。この形がいい。この形がいい。女の子っぽいやつよりもちょっと首が入ってる。ああ、ちょっとね。なるほどね。これにするじゃん。いいんですか？早いっすね。またすぐ決めてもいい、逆に。なんか悩まんでいい？いや、でももうこれ結構昔からこの形好きなんですよ、ボックス。へえ。かっこいい。どこにする？どう思います？じゃあこれにする。まあ俺だったらちょっと SR 買いますね。いやいや、あれSR 買って免許取り行きます。やっぱそうそう、あっちを買って、かっこいいのそれ。持ってないけどあれを買うんですよ。とりあえず買うんですよ。乗れないけど、で後からも取りに行く。でも利便性はこっちじゃない。あ、そうですね。それはあれ、そんな気軽に乗れへんやつ。乗れない。これでかいもん、めっちゃ。あと危ないっす。これ用途は何なんですか？サオリングレベルで。そうです。撮影の時にヤリシャン地に行く時とか。あ、絶対それやったらこっちだよ。何やったらそれやったら、これ電動自転車でもいいんじゃない？確かに。こっちであるぐらい。あれじゃ行かへんやつ。そうっすね。しかもあれ、エンジンかけるのセルがないんですよ。そう、ないっす。だからもう、あ、これずっとこうやんなきゃ。なるほど。むずいっすね。キックスター大変なんですよ。女の子には大変かなっていう。なるほどね。で、あの200万人いった。200万人ってあれか？これさ、なんかさ、部品とかいらんの？カスタマーなしでもう純正でいけるんや、これ。いけるっすけど、マフラーめっちゃうるさくしたりとか。いや、うるさくしたり。いや、エンジンかけて大丈夫。あ、そうなんだ。すげえな。おお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 わ、かっこいい。すげえ。かっこよくないですか？これはだから、街で走っと可能性あるわけもんな。まあ、そういうことや。現地にヘルメットいるんすか？いや、いるでしょ。店からプレゼントしてくれる。欲しいのありますから選べます。選べるんすね。ヘルメットどこある？ヘルメットじゃない。一旦ヘルメット。ヘルメット持ってないの？持ってないです。実家にしかないです。わー、すごい。こっちにもいっぱいある。こっちにもいっぱいあったんや。すごいですね。ヘルメットあるやん。ヘルメットはあんなレイさんみたいなヘルメットあるんすか？現地にあんなレイさんみたいなヘルメット。親にはああいうのつけた方がいいんじゃないって。あ、危なくないから。確かに確かに。でも半ヘルがいいです。めっちゃ可愛い。可愛い。あ、可愛いですね。なるほどね。まあ、確かにこういうイメージあるわな、この違うのもかっこいいです。可愛い。お、似合う。似合う。本当に似合う。めっちゃ可愛いな。え、こっちかこっちがいいです。ヘルメットそんな種類あるの？確か多いな。どっちがいいと思いますか？俺最初の方がいい。黒ですか？黒にします。黒が好きやから。かっこいい。これかっこいいな、形。渋いな、これ。これかっこいいな。いいな、大きいのいいですね。バイクってベンツとかのある？ベンツじゃないですよ、BM ありますよ。あるやん。やっぱ高い。高いと思います。一番高いバイクって何なの？いじるので言ったらハーレーが多分いい。あ、ハーレーか。ハーレーが多い。有名やな、有名やな、有名やな。ハーレー憧れが最後の、あれがラストか。そうですね。フェラーリみたいなやつか、バイクハーレーは。俺ハーレー乗るだけだったら多分そんなに高くないですけど。で、さっきのヘルメットで、他って実はのもあるんですか？一応ヘルメットとバイクがあれば大丈夫。東京に置いとくとちょっとパクられる瞬間あるね。確かにチェーンとか。ああ、パクられるんですか？パクられるんですよ。確かに牛島区の世界だったら。いや、牛島区が通るで。そういうビジネスしてるんです。レアな自転車とバイクだけメモって順番にそれ見つけて盗んで、牛島区っていうビジネス、牛島区で出てくる。だからリアルにあるやと思う。怖いね、それ。さっきのあのボックスってもう販売してないんですよね。そう、すごい貴重なんです。やばい。え、そうなんですか？製造中です。もう今、新車で手に入れるのは本当に難しいです。SR もそうですよね。 SR もそうですよね。中谷 SR も新車のあんまり売ってない。そう。あれ売り切れちゃったらもう多分なかなか出てもう。うわー、新車。どっちもすごいね。ちょっとビビったもん。そう、ビビったもん。置いてあって、みたいな。それぐらいならやだよね、あれ。前さんには SR 買っといて。確かに。まあガチャでも SR いつも狙いですから。そっちのね。SR 取っとけばいい。価値上がるってことじゃないですか、でもあれ。じゃあ。そういうレベルなんで。どうすると買っとくかも。なんか。チェーンもいいですか？買っといた方がいいんじゃないですか、一応安全のために。そうです。フルセット。どれが一番いい？持ち運び便利だったらこの辺が、あんまり長すぎても短すぎても良くないのかな。じゃあこれで。ありがとうございます。じゃあほんまにあのボックスってやつでいい？
ボックスがいいです。ボックスでじゃあ、ロマさんは何か買っとかんの？ロケさんが SR 全然乗れますよ。 SR 買うじゃん。 SR いらんの？え、実費ですか？そりゃそうだよ。何で俺ら実費だったらいらないかな。俺はあれのだって5倍ぐらいするバイク乗ってるんでね。え、うん、何ぼなんってこと？400いかないぐらいですか？高いな。ハーレもっと高いですね。いじったら全然もっと高くなります。カスタム代考えたら、でも俺のとこも高いですけど、俺全然いじってなくて、まあ380ぐらいしたね。旧車やから。ほんまだ車って高いな。高いです。いや、めっちゃ高い。車買うと考えたらバイク安いな。じゃあ、さっきの。はい、ありがとうございます。リモンみたいな。あ、いらないです。ははははは。大丈夫ですよ。何これ買ったな。いつから持って帰れるの？ナンバー取ってもさればそのままもう乗っていっちゃいます。今日一応ナンバーできます。あ、そうなんや。あ、でも乗れるんや。乗れるじゃ乗れる。え、すげえな。え、まさかに乗って帰った。え、免許持ってらっしゃる？持ってます。じゃあ、持って帰れるんですか？アリちゃんとこういうのかしら。うん、サリシャとかバイクで行こうよ。そのまま。えぇ、ー、怖いな。すごい乗れるんですよ。じゃあちょっとじゃあ、2人バイクで。あ、はい。はい。一回悩んだことあるもんな、俺も。バイク乗ろうかな。あったんや。あったな、でもその前にもさっき車を手に入れたから。ああ。早い段階で。だからもういいかなと思って。もう17歳の時に車買ったから、免許取る前に。え、免許取る前に買ったんですか？そう、親戚のおじいちゃんみたいなとこ売ってくれて。あ、シルビア。そうそうそう。え、シルビア乗ったんですか？そう、一番最初乗ったんですよ。そうなんだ。何でもいいからって言ってる。走り屋じゃないですか、完全に。え、めっちゃ不安です、乗れるか。もう、もう久しぶりだわ。めちゃくちゃ久しぶりなんで。都内ってしかもちょっとなんか怖そうだよ。怖そうなイメージ。いや、分からんけど。あと道分かんないです。スマホのやつありましたよ。あ、何？本当ですか？あ、何あるんですか？え、スマホを置くスタンドが。あ、それ買っといた方がいいんじゃないですか？欲しいです。それ絶対いいやん。原付ってあれですもんね。二段階右折とかしないで。あ、そうなんですよ。あ、懐かしい、二段階右折。これも手上げた感じだ。危なすぎるでしょ。どれがおすすめですか？この辺で。これでナビにしようと。へえ。確かにナビなかったらきついわ。これでもこのバイク、この外人乗ったらクソかっこよく見える。これ完全モデル効果ありすぎやろ。この外人乗ったらどんなかっこよく見えんねんと。このそのおじいちゃん乗ってたからって。これモデル合ってなすぎやろ。パオリンのバイク乗っとる男がいいとかある？あ、でも乗ってる人がいいです。へえ。元カレが SR のさっきのやつ乗って。あ、なるほどね。で、好きになりました、バイク。あ、俺もな、高校生ぐらいの時にちょうどな、旧社会ってやつ入ってると思ったもん。懐かしいな。でもなんかチームみたいな大体作るやん。あ、バイクだ、大体入ってると、どっかに暴走族とはまた違うんや、あれなんか。また旧社会とも暴走族一緒っていう人もいれば別っていう人もいますよね。俺の話めっちゃダサいチーム名やったけど、大グレンマン。グレンマン、大グレンマン。もういかにもって感じやろ。大グレンマン、大体全部漢字なんですよ、名前。大体漢字入っとうか。あるあるっすね。皆さん、はい、あの乗っていけるみたいなんですけど、私久しぶりすぎて。あ、俺も乗ってます。俺が乗るの？俺が乗るの？え？フィンチヒッター。ちょっと怖い。それが乗れるんですか？乗れますよ。どっちか。フィンチヒッター。誰でも乗れるんですか？うん、原付でみんな乗れますよ。前さんも乗れますから。でも運転したもんね、俺。アルファードで先導すれば多分僕でも乗れますよ。どっちも。じゃんけんしますか？こっち。行きますよ。行った方がいいと思う。行きますか、じゃあ。お願いします。ロイヤス余裕ない。え、全然もだって最近乗ってましたからね、バイク。でも30キロ以上出してる。いや、もちろん出ないですよ。エレベーターこれか。エレベーターじゃないですよね。炊飯器。荷物置きですよね、後ろの。あ、後ろ。原付とか乗るの本当4年ぶりとか5年ぶりぐらいですよ。新車がなくて、新車がなくて、あ、新車のボックス。あ、なるほど、店だと思ってた。本当に日本三大ぐらい新車だと。そんななかったの？一応事前調査してもらってたんですよ。で、カスカベから取り寄せて社長に全部注文してもらって。すごいな、そんなレアなんです。盗まれやすい、盗まれやすいですかね。え、いいやつだな。一回も触れてんけど、あのバイクなんぼなんでな。そんなレアなやつなんぼなん。あの郵便局の高さでしょ。いくらですか？てか、あの郵便局高すぎんねん。郵便局なんであんなとこに。確かに8万ぐらいでした。え、そんな安いんですか？あ、そう。え、28万なんですか？いや、もう当時よりは高い。上がってるってこと？そうですよね。あれ150、なんかイタリアのでしょ。メーカーが。すげえ。うわわわわわ、盗まれやすいってことか。レアモデルやから。それ怖いな、ちょっと。でも今って時代的にバイクって売れてるんですか？バイクはね、コロナになって
ってからは逆にちょっとソーシャルディスタンス保ちたいから電車乗りたくないとかで売れてます、あーなるほど、自転車売れたっていうもんな、こういうのなんていいかな、それ、あーもう完成、おーごはんだ、ありがとうございます、おお。私あのガソリン前原付き入れるときに間違ってオイルのとこに入れちゃって、半日ガソスタにいたことあるので、ちょっとあのガソリン入れる場所だけ。ガソリン入れる場所はここです。あ、うん、オイルはどこですか。オイルはまたこっちのちょっと分かりづらい場所、はい、ここなんですけど。これはバイク屋さんで、バイク屋さんでやる。あ、そっか、めっちゃ入る、めっちゃ入る。利便性抜群やな。普通にかっこいいです。なんかおしゃれなバイクですね。そうです。かわいい、ほんとどこも売ってないんで、大変貴重な1台、うわ嬉しい、すげえな、こんな貴重なやつが手に入る、行ってみよう、これいいですね、走れない、まあ、でも走れるわけやな、これでボタンロードしてた、今やったら人少ないからちょうど、まあ、もう走りやすいじゃん、うわー、おー、おー、あ、久しぶりな重い、うわ、もう走れます、軽く行きます、ちょっと走るとかできるんですか、ちょっと走りたいです、わー、今日は直線やから走りやすい、そうです、前さん全力で走っていってる追いかけない、一緒に並走並走持ちいいもんなこれ、絶対前さんじゃ後ろに乗って運転してもらってって感じで、あー2人乗るから1人が後ろで撮影しちゃえば、前さん後ろ乗って、すげえ、すごい、おー、まあ、佐竹さんからおけまさん運転で、僕行こうか、じゃあおけまさん帰りこれ乗らなきゃいけない、片方じゃ持っとくとは見せない、手はさすがに佐々木さんとかに、だって これあるの落ちないっす、大丈夫です、できるだけ、はい、いいっすか、ちょっと一旦佐々木さん来た、大丈夫、佐々木さんのインタビューから出てくる前装着完了です、大丈夫です、 OK、 なんか見たことあるな、これこれは締めんでいいやん、白バイやん、これは佐々木さんが、ちょ、佐々木さん待ってください、大変だ、大変だ、おーすげえ、信号のところで U ターンしてよく、そこの今サオリンすごいな、サオリンが普通に車の免許持っとうことがちょっとびっくりしたねーってますよ、運転のイメージないやん、車はマジで運転できないです、ペーパードライバー、ペーパーです、なるほど、バイクは乗ってたんですけど、俺からしたらバイクの方がむずいけどな、ねえ、かわいい、でも似合う、大丈夫、これ並走さん、前さんバイクっていいな、いやいいっすね、本当に納車の時はやっぱいつでもワクワクしますね、うわ怖い怖い、うわないです、大丈夫、大丈夫、確か足が寒そう、しかもやっぱよくお酒飲むだけあってちゃんと技あるなんか中古だとこれキャストがないと困るじゃないですか、確かに、これ中古だからその心配がないと思う、わあ。でも佐々木さんはやっぱ慣れてるっすよ、本当に、まあ、本当だね、でも綺麗です、うまいっす、あ、うまいっすか、普通に油引かせてないんで、ね、ああ、なるほど、安定感めちゃめちゃありますから、確かに結構あれなんです、下手な人ちょっとブレたりするんですか、なんかここブレたりするんですけど、慣れてます、風がすごい、あれだ、あれだ、絶対あれや、あの2台じゃん、
全然違う。なんか違う。早かった。全然違う。ピードすぎや。ヤンバイク走っとるだろ。そうですね。みたいな。なんかね、15分くらい待ってるんですよ。一向に帰ってこない。いや本当にやろう。どこまで行ったかマジわかんない。連絡も来ないんで。そう。マジで15分くらい経ってるんですよ。大丈夫なんですかね。何かあったら多分連絡してくれやろうし。ほんまに遠くまで行ってガチで押して帰ってきてるやつだろ。マジでエグいけどな。まだ全然だって見えへん。うん、いや来てる。え、あ、ほんと来てる。あ、押して帰ってきてた。ガチで押して帰ってった。え、距離すごっ。え、U ターンしてくれんかと思ってたのに。距離遠すぎやろ。ガチで遅いんや。確かに。めっちゃ遅かったっすね。15分くらい待ちましたよ。めちゃくちゃ安全運転してました。めちゃめちゃ楽しかったです。結構あっちの方まで行って。あ、そうなの。いや、そっから途中まで行っちゃったんやけど、ちょっと場所が分からなくなって。なるほど、なるほど。すごいことめっちゃ楽しいです。楽しかった。楽しかったです。やばい。すごい安定感すごいですよ。全然不安要素なかったっすけど。あ、もうなるとんや。はい。雪道走ってたんで、雪道は全然。走りやすいんや。走りやすいです。よかったよかった。じゃあ試合でも全部終わってるんで、もう。正式にね、このバイクをサウリーにプレゼントということで。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。100万人に行ったんでね、まあ、次回は200万人行った時にまあこれもしくはなんか車で車これでも動画出したら売れてまうっていう。まあ確かに売れるやろな、これ。これは絶対、うん、絶対売れるやろな。すぐ売れちゃった。はい、そんな感じでね、今回はハモリ編ということで、まあ、この後マリナとアリシャン編が続くんでね、ぜひそちらの方も楽しみにしておいてください。ガーランのヘラヘラチャンネル貼っとくんで、また見てください。じゃあ僕はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。で最後にアリシャンの方にちょっと報告いきましょうか。なんかご飯行ってるみたいで、飲食店の下につけてくれれば大丈夫って言われたんで、はいはい、とりあえずロケバスそこまで。え、ごめんなさい、任せてくださいよ。行きますか。行きましょう。ちなみにどこなんですか、場所は。結構遠いんです。あ、渋谷なんですよ。もうゴリゴリだな。遠い。まあまああるっすね。じゃあ高速乗れないし。そうっす、まあ、ちゃんと後ろについてきてくださいよ。30キロでお願いします。安全キロ、はい、で行くか。行きましょう。ありがとうございました。あれどう、ヘルメットだけ。すいません、お返しします。ありがとうございます。ジオ、はい、ヘルメットジオ。きついかも。ルクマさん、羊お願いします。こっからの渋谷までどれがあるんですか。結構あるんですよ。めっちゃ遠いっす。その通り下でどれぐらいかかるんですか。下で行ったら結構かかる。下で行くんで。だって上でさっき乗ってきたんですけど20分ぐらい。じゃあ俺は上で行く。いや、しまいない。やばすぎ。僕これでペースでもこれ回数めっちゃ面白いです。渋谷から自分の家までは乗って帰ろう。あ、お疲れさんにちょっとやっちゃったんですけど。めっちゃすごい。光さんからコメントいただいたので。え、俺コメントした。え、明日はいただきましたよ。アリシャ2割出せば。なんか忘れとったんや。サイン入りっすね。しかもこれに乗っとったんや。てかそうです。あれだ、サイン入りや。確かに袋閉じもあるんで見てください。あれだ、袋閉じある。袋閉じあります。すげえ。どんな袋閉じ。ちょっとこうセクシーな、セクシーな。100万人超え。10代が大人の教科書と支持されるってそんな聞いたことないね。え、それですよ。大人の教科書って言われたり。大人の教科書って学校で流した方がいいヘラヘラの動画みたいな、よくやります。なるほどね。結構がっつり雑誌やん。そうです、ちょっと雑誌風なんですよ。マリナ理想のタイプ、黒髪でバカっぽくない人。バカっぽくない。ペチ、ナイスナイス。何やねんこれ。書き方がなんかもう読者モデルが出てそうな雑誌の書き方やもんね。確かにチャラい。すごいなこれ。じゃあ行きますか。ありがとうございました。嬉しい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうフルスロットルで行く。行きますかじゃあ。似合うやん。ありがとうございます。やっぱり。いいですか。デジモンアドベンチャーみたいな。バイバイ。寂しいな。おぎょうさん行った。おぎょうさん行きました。あ、行きました。あー。おぎょうさん追跡する。はい。あ、おるやん、おるやん。え？わー、すごい。これやろ。全席喜んでもらってよかったな。ありがとうございます。マジで超テンション上がりました。よかったよかった。楽しいです。もうこれからはほとんどじゃ移動で使うってこと。はい、そんな遠くない限りは。まあ、便利やからな。
確かに。じゃあちょっとアリシャンのとこ向かうまでに結構時間あるんで、はい、サオリンに質問を前さんからじゃあまあそのバイク、まあ、買うじゃないですか、まあ、そのどっか行きたい場所とか決まってるんですか。え、アリシャン家なんですけど。アリシャン家アリシャン家までタクシーで15分20分ぐらいなんですよ。あ、結構遠いな。そうなんですよ。高いなそれ。そうなんですよ。それを毎回確かに高いわ。出ると結構値段もするし、確かに結構高いわそれは。原付きのいいとこってスイスイ行ける。確かに一番行きたいのはアリシャン家なんですけど、でもあったかくなったらツーリング風なことしたいです。でそれは誰かと。いや、一人です。一人で。一人ですか。一人旅みたいな。一人旅するんや。一人がいいです。すごいな、バイク女子ってモテそうやもんな、ある一定の層から。めちゃくちゃかっこいいですよね。そうです、バイク乗ってる子って。男から絶対受け入れられるやろな、うん、そうなんですかね。そうなんです。後ろに乗せたいから乗るなみたいな。あるんかな、まあ、そういう人もいる。バイク乗らへんからバイク女子って言われてもピンとこんけど、かっこいいなと思うよな。ミニ富士子感あるやん、うん、あー、わかります。 SR 乗ってあの黒いライダースみたいな。かっこいいな、あれ。ヘルメット外してシャンみたいな。ミニ富士子めっちゃかっこいいもん。 YouTuber そんないないですよね、バイク乗ってる人って。あんまりおらんな、イメージないもんな。米倉涼子みたいな人が乗っとったらかっこいい。あ、でなんかマリアちゃんみたいなちっちゃい子が乗っても可愛くないですか。あ、確かに。みたいなギャップでな。バイク好きな子はほんまに好きやからな。好きですね。まあ、学生時代どう過ごしたかで変わる気がするな、あれは。そうですね。なんかバイク興味ある人は学生時代から興味持っとんもん。まあ、どっちでやんちゃな方やろ、うん、大体が。そういうイメージや。ちょっと田舎です、うん、田舎の人が、うん、田舎のヤンキーは大半もそっち行くからな。そうです、ね、名前だけ聞いたことあるもん。 CBX とか聞いたことあります。え、好きですか。400ですね、CBX は、はい、ヤンキーが乗ってるやつですよね。ヤンキーが乗ってる、そうそう、ね、旧車のもうトップみたいな感じですね。そうそうね、はい、ゼファーって何でしたっけ。ゼファーも今は旧車登録されてるんで。ゼファー、まあ、聞いたことあるんですけど。名前がもうヤンキーっぽい。 ZRX、 ZRX もあります。あ、詳しいですね。現役でやっとったからバイク様な。最初やっぱそのバイク乗ったきっかけって何かあったんですか。かっこいいからですけど。全員とりあえず乗るもんみたいな感じでしたよ、やっぱ田舎だったんで。まずだって16になったらチャリから行動範囲がめっちゃ広がるじゃないですか。やっぱ田舎だったらチャリでしか行けないんで、それがバイクにしたらめっちゃ広がるんで、もうとりあえず全員撮ってましたよ。わかります。小一で撮りますよね、はい、大体。しかも1日で撮れるんですよ、原付き。早いよな。早いです。俺取らんかったもんな、結局。虫が嫌でやめたり、なんか虫が飛んでくる。あります、あります。そうそうそう。そうそう、来るやんか。俺それが嫌で、結局。虫嫌いを克服できひんかったからあれやった。バイクは。バイクは難しかった判断したな。でも光さん車が似合ってます、やっぱり。車も俺運転せへんからな、あんまり。めんどくさいよな、結局。光さん、ちゃんと二段階右折しろ。次って。場所によって三車線あるところは二段階右折しなきゃいけないんだよ。めんどくさ。そうなんや。そうなんですよ。原付はそうなんですね。そうっす。だからあのちっちゃい125っていうスクーターが結構人気ある。そういうルールないんで。なるほど。なるほど、ね、普通の車と一緒に走れる。まあそりゃそうやろ。そうなんですね。ちょっとスタイルブック読みながら質問して。最近出たやつですもんね、これ。そうです、本当に最近です。サオリンの理想のタイプがほっぺた柔らかそうな人って書いてるけど。これどういうこと。確かに、ちょっとよくわかんない。ちょっと難しい。理想タイプはほっぺ柔らかそうな、まあ、フェチと一緒なんですけど。フェチはでも笑った時のミッキーみたいなシワって書いてある。なんだろう、ミッキーってそのシワ出てきるんや。あ、ここになんかこう、いません、たまに。エクボみたいな。ああ、エクボとは違うんですけど、ほっぺがちょっとぷっくりしてる。そうなんや。芸能人とかで誰ですか。三浦翔平くんとか、わかりますか。あ、ミッキーみたいな。もうあんたなんかシワがどうとかたまに言ってたよ正直そう三浦翔平見てさ、シワがどうと思う前にもうイケメンが入ってくるからそういうのじゃなくてさ。確かに。そう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 、あんなイケメンやね。 あの人も好きです、バカリズムさん。ああ確かに、そうできるっすね。ちょっと確かに、確かにそういえば。感じです。なるほどなるほどなるほど。気になったらその告白とかってやっぱ自分からするのかされるのかどっちなんですか。やっぱされるんじゃないですか、基本的には。受け身、みんなですけど、一般的には。したことあるよ、告白は。告白は一回だけ高校の時あるかもしれないです。なんか告白っていうかちゃんとしたのじゃなくて。それ成功した。いや、しなかったです。でも正直男目線で言ったら告白されて付き合うってあんまない気がするな、俺は。俺女の告白されて付き合ったことない。あー、でも付き合ったら行っちゃいますもんね。そうそうそう、自分から行くから。その前に来られるってあんま興味ないパターン多いよな。あー、待ってる方がいいんですかね、うん、難しいとこやけど。でも男ってほんま分かりやすく、無理かいいかもうすぐ判断するような。出会った初日で付き合いたい人は付き合えるし。それは分かるよ。そうなんか1ヶ月経ったから変わるとかあんまなくない。あんまないや。やっぱその男は減点方式で、女の子は加点方式って言うからな、恋愛は。え、男って最初は100点からスタートする。あー、
最初のファーストコンタクトで顔を見て、あ、いいな、付き合いたいって言って100点からスタートして、付き合っていっとって一緒になることにどんどん減点していく。でも女の子は最初50点ぐらいからスタートして、めっちゃ分かります、ね、一緒におったらなんかこの人いいなみたいな、で加点されていって最終100点になったら付き合うみたいな、あーっていうのが違うらしいんで、根本的にほとんどがそうらしくて、え、じゃあ男の人は減点してくのに女の人だけ上がっちゃって、そうそう、そういうのが起きやすいらしい。男ってだから長い間おったから好きになるとかってあんまないと思う、少ないと思います。佐々木さんないっすよね、多分。あんまないっすね、正直。そうっすよね、はい、3回会った時点で分かりますよね。なんか友達から彼女になるが結構昔からの友達とかはあんまりないと思います。あ、ないないっすよね、はい、そう、女の子はちょうどあるやん、いればいるほど結構好きになっちゃうみたいなのあります。男あんまないよね、すぐ判断するもん男って。判断する、多分橋本環奈でそれは全員一旦 OK するみたいなやつが大半やと思う男って。でも女の子ってたとえ三浦翔平であろうと一旦 OK せえへん人って絶対おると思う。でも男って多分橋本環奈披露するとかで多分大体 OK するよね、うん、普通に。別に相手のこと知らんかっても、まあ、とりあえず OK するとか多分っていう差があるよな。でもある意味分かりやすいですね、分かりやすいと思う、間違いない。告白されなかったらこれ多分興味ないなって思って次行きやすいです。だからその美女と野獣はおるけど逆はないもんな。あー少ないな。あー確かに、美人と、まあ、男でその別にかっこよくはないみたいな付き合ったパターンあるやん。ある、全然ある。でも逆ってあんまなくない、少ない、超イケメンとそのめっちゃ可愛くないっていう子が付き合ったパターンってあんまない。あ、確かに、あんまないですね。そうそうそう、映画とかドラマの世界ですね、うん、だからやっぱ女の子の方が顔で判断されとるとは思うな俺ね。男ってやっぱ中身で判断されるやん、仕事できるとか、仕事できるからかっこいいみたいなさ あったりするけど、女の子ってマジでそういうとこで判断されんくない。仕事できるから女の子にこの子いないみたいな、うん、ないですよ、頭賢いからないもん。そう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 、だから男で YouTuber ってモテるとかやって人気があるから、で女の子で YouTuber って別にモテへんとかやってあんまり。そこはどうなんやろな。いや可愛いからモテるだけであって、 YouTuber だからモテたわけじゃないっていう、確かに、っていうのは俺は思う。外見至上主義やもんな男って。サオリは昔からもモテた？いや、どうなんですかね、今の方がモテないですでも。ああそうなん、昔の方がやっぱ田舎だったんで。ああまあ私田舎は確かにな、もうちょっと可愛かっただけでもすごいチヤハヤされる。競争率低いやん、田舎絶対的に。工業高校だったんで。ああ、男多かったか。男多かったんですよ。ああなるほどね。でクラスは女子だったんですけど、そういう環境でしたね。東京でも可愛い子無限にいますよね。そうなんかな、東京って俺、まあ、あんま出歩かへんから。人口が多いから単純に多いんじゃないですか。出会いがないから東京であんまり、学校みたいな、その不特定多数の人と出会う場所に行かへん。あ、まあ、そうね、ああいうのに行けば東京の可愛い子多いなって思うかもしれんけど、そんな行かへんからな。こういうとこ作ってほしい、芸能人学校みたいな。あ、大人が行ける芸能人学校。大人が面白くないそれ。なんか土曜日だけでいいから学校みたいな、この年になって行きたい。そう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 、学校に。そうで、もう来れるのは基本芸能人とか有名人だけ。え、ヒカルさん作ってください。いや俺もそういうの欲しくて、俺大学行きたかった。あ、わかります、私も大学行きたかったです。そう、行きたかったけど勉強もしてなかったし、経済的にもそんな余裕なかったし、行かずに憧れだけ残ってるわけ、大学への。わかります。4年間遊び放題ってなんなん、絶対楽しいやん。ああいうの作ってほしいな。芸能人専門、芸能人専門みたいな感じで。そしたらさ、気軽にさ出会いがあるやん、受けそうやけどな。やっぱしたら学校に行きたくないけど一等感出したいわけ俺。こいつ行く意味もないのに学校わざと来たんやなみたいな、だるそうに文化祭参加するみたいな。もう一回やりたいです青春。学校がないと青春なんて起こらへんと思う俺は。大人になってその青春みたいなことってマジでない。韓国のドラマとか見とったらこんな点が起こるわけないやんみたいな。ああいうの起こそうと思ったらやっぱちょっとその学校とか、なんかあとやっぱなんかな、大企業に就職するとか。いっぱい人がおるから。そう、へえ、社内恋愛みたいな。で男ですね、私は嫌です、で仕事できない。キム秘書は一体なぜで、あ、はい、秘書との恋をしたみたいなとか。ああ、あれいいですよね。あれめっちゃいい。秘書が毎回ネクタイ選んでくれて締めてくれるっていうところがスタートするっていう。あんなでも美人な秘書はなかなか。確かにな。秘書ってなんか大概綺麗な人イメージあるけど、なんか他の企業とかでも。だから基本的に大手企業の受付とか秘書とか大体可愛い。絶対顔採用入っとる。言っとったよなんか誰かが。正直学歴とかで能力なんて見たり寄ったりやってくると。じゃあ同じような能力だから顔可愛い方取った方がいいでしょっていう。うん、なんか統計的に会社内に美人とか可愛い子おった方が男の業績が上がるらしい。その子の前にいい格好しようみたいな感じで会社の利益が上がるらしい。俺らもだから入れるべきかもしれない。佐々木さんどうですか。いやちょっとなんか戦いになるかもしれないじゃないですか。好感度の取り合いになるかもしれない。吉岡里帆みたいな人入れますか。力づくになりますよね。そういう漫画ありますもんね。無人島でめっちゃ可愛い女の子1人で男が9人やったらどうなるのかっていう。そんなんあるんや。殺し合いが起こるっていう。無人島から帰ってこれへんっていう設定やから、その中で女の子が1人おるわけ。あ、めっちゃ可愛い。お互いを憎しみ合うわけ、仲良かったのに。いろんなあれありますよね、実験で。あれですね、囚人と監視を決めたって知っとる。知らないです。あれすごいっすよね。リアルに。そう、リアルの実験で人に役職を与えたらどうなるのかっていう実験で、はい、5人の人に監視の役割を与えて、5人の人に囚人の役割を与えた。それを1ヶ月ぐらい続けたら、ほんまに監視が囚人にひどいことをし始めたりとかするらしい。
し。すごい実験ですね。最近俺上級国民スレイヤーっていう漫画で権力を持った人間は罪を犯しても逃げれるみたいな、はい、そういう人たちを裁くみたいな、毎回いろんな拷問方法が出てくるんだ、うん、だから最近俺めっちゃ拷問に詳しいんだ牛の模型みたいなのを作って、その牛の中に入れてそれを下から火炙りしたらっていうやつとか。それ何回であったの漫画で。嘘食いであんねん。牛とか入れてですね、なんかで見たんですけど、あれ虫のやつ、ある、あの蜂蜜塗って糖分だけ摂取させられて尿とかを垂れ流しさせられない、体中に蜂蜜塗りたくなった状態で放射されない、そしたらウジとかが湧いていってどんどんで体を虫に食われていく、ウジ虫だらけになって、でもなかなか死ねへんっていう、痛いけどっていう拷問があんねん。めっちゃ拷問マスターだ。拷問マスターなんだかんだずっと一緒ですよね。僕もそうだ、言いましたね、これ楽しそうやな楽しいんか俺。今のサオリンは恋愛をしとるのかっていうの気になる。あ、でもスキピは結構常にいます。それは移り変わっていっとんか、それと同じ人なんか。私は移り変わります。無理だと思ったらもう次、前の動画で言ってる人と今の言ってる人が違かったり、全然脈なしやなと思った瞬間次行くってことね。そうです。脈なしっていう判断はどこでするんですか。自分からの関係性を聞くか、動画見てる人が多いんですよ結構。スキピって分かってるはずなのに反応なかったらもうダメだってなって次行きます。付き合うまで行かへんねん基本。行かないことが多かったですね。普通にモテそうやけどな。誰に聞いてもサオリンは可愛いって言うけどな。本当ですか。男みんな言う、大体言うと思うやけどな。変わった人好きになっちゃうんですかね。でもサオリンは顔やろ。もう変わりました。今は中身なんですか。中身というか母性本能みたいな。年下がいいんやじゃん。いや、年上でも可愛い人いるじゃないですか。まあ、それ顔が可愛いってことなの、それともキャラクターが可愛いってことなの。中身です。相手には成功者であることを求めるとかはない。別にないです。あ、ないんや。あ、お金とかってこと。自分よりあれば。タモリやられて結構な。なかなか難しいの多分。そう、絶対難しいですよ、うん、まあ、ある程度確か余裕はあってほしいです。結婚願望はある。ないです。子供はどっちでもいいです。あ、どっちでもいいんや。欲しいんですけど結構大変じゃないですか。まあまあ、確かに現実的にな。追い込め一個見せて、ちょっとうち向いてないなって思ったヘラヘラの中で誰が一番最初に結婚しそう。アリシャンですね。アリシャンなんかちょっとお母さんが出てたもんな。なんかマリナちゃんは急に出来婚とかしそうだなと思ってたんですけど、意外と頑固なんで一生同じ人を好きでずっとそのままもう落としてる。なるほどね。そんな地図なんや。もう別に他行けばいいじゃんって言ってるんですよ。飲んで出会いを求めて、にもうダメなんですよ。そういうんじゃないみたいな。マリナちゃんがでも一番遊んどるイメージあるけど忙しいんやけど遊びはすごそうなイメージがある。どうか軽いですね。年下の男なんか 2,3 人ぐらい買ってそうやもんなんかそういう女医みたいな人がおりそうな俺イメージある。漫画とかでおるんって。女性で開業医の人で40歳ぐらいで結構綺麗なんやけど男を買っとるみたいな設定の人が漫画出てくるんやけど、アリシャンそんなになっていきそうなイメージある。可愛い男の子が好きなの多分アリシャンって。昔はそうでした。でも最近は変わったみたいな。アリシャンも昔はこう可愛い面倒見たいだったんですけど、今は結構引っ張ってくれる。そうですね。へー、DJ 社長反応できないです。ヒカルさん結婚しないんですか？俺できると思う。できなそうというかしなさそうですけど。するとしたらほんまにそれこそでき婚やな。それかもう YouTube の企画ですると。人生一回なので一旦とりあえず結婚してみたっていう動画を出す可能性はある。しかもガチで結婚するっていう。それで良くないですか？結婚してもし離婚してもいいと思います。いや俺もそう思う。だから離婚に対しての恐れはなくて、なんか別に世の中の結婚に当てはめんでもいいやなと思ってる。別に別居婚でもいいし、まあ何でもいいやろなと思って。形はお互いが納得するな。それは間違いない。ゼロ日婚とか憧れますもん。新婚期間ずっとラブラブじゃないですか。うん、お見合いとか俺めっちゃ興味あるかな。まあさっきも言ってたように、なんかナチュラルにいろんな人と会える場所を作ってほしい、うん、それがやっぱ求めとるもんやと俺は。出会い系とかってあるけどさ、物に出会い求めてますっていうのが前提にあるやん。でも学校って別に出会い求めて行くわけじゃないやん、うん、勉強しに行くわけよ。勉強しに行くっていう大義名分があるわけやん。それが欲しいよな。違う目的があるけどたまたま出会いもありましたみたいな、うん。最近だから俺あの君瀬かっていう日本のドラマ見たやん。あ、見てました。見た。え、ゾンビのやつ。そう、あのシーズン2も出、はい、まあ、フルだけで配信されて、あんな感じの展開になったらやっと初めて恋愛できそうな気がする。ゾンビ出てきてさ、例えばさ5人ぐらいでしょ、俺は超人数でゾンビと戦っていくわけ。恋愛芽生えざる多い。確かに。こんな世の中じゃっていう。サオリは民衆が好きそう。あ、まあ、よく分かりましたね。着替えです。見るんですね、ああいう。面白かったね。もう結構おもろかった。ウォーキングデッドみたいな感じだった、ほんまに。
あの俺ゴシップガールみたいな憧れるわ、セレブの恋愛、海外のセレブの恋愛ってかっこいい。だパーティーとか行きたい。なんかどこで開かれてるの。いやそう、でも絶対あるね。俺聞いたことあるね。日本で芸能人とかお金持ちばっかが集まるパーティーがあるらしい。俺誘われたこと一回あったね。行かなかったね。めんどくさそうと思って断ってる。今だったら行きますか。今だったら行ってみるかもしれない。あとなんか俺聞いたことないやったら、俺の仲いいその芸能界の子って、その子が行っとる美容クリニック その先生が開くパーティーがあって、その美容クリニックに来とる芸能人が全員集まんねん。でそこ多分名前ピー入れなかったけど、何人かとかが集まってたらしい。そんなパーティーがあったらしい。みんな集まっててもすごいですね。そう、同じとこでだから芸能人豪遊たちのクリニックがあって、じゃあ光もそこのクリニック行ったら、まあ、そこの会合に参加できるって。そこに行くしかないよな。そのためにそのクリニック行く、そのためにそのクリニック行くとかっていう説もあるよな。でもあったらしいです。すごいね。それすごいよな。深いですね。まあ、確かになんか YouTuber は YouTuber で似たとこ行くやん、うん、多分一緒なんじゃない。芸能人は芸能人でここで整形するなら整形した方がいいよみたいな、なんかありそうですもんね、事務所とかで。絶対手間ととだからアリシャに期待したいのはラビーをそういう場所にしてもらう。ラビーに芸能人いっぱい連れてきて、ラビーの会長としてアリシャがパーティー開くっていう。楽しそう。でもだから太くて立つな人が集まるところとかに行ってみたい。ああ、じゃあパーティー開きましょう。いや、開こうアリシャも感じしてほしい、マジで。いろんなジャンル集めて、そう、めっちゃそれ。そういうのうまそうだもんね。トーンしてみたい、俺一回。だから誰か分からへん人と出会いたい。この人インスタグラム50万人フォローおったんやみたいな。ああ、誰だこの人みたいな心に行ってみたいな。昔はなんか YouTube でやったやん、はい、パーティーみたいな。あー、 Google 側が主催のなんか登録者10万人以上いる人だけ入れるパーティーみたいな、はい、昔あったんやけど、今もう登録者10万人が増えすぎて多分なくなったんやけど、昔あったよな。あった。俺そこで初め社長と出会ったもん。そう、喋らんかったけど着きました。おー、着いた。着いた。おーって、おめさん、いい環境。これロケバサのバイクに見えるね。じゃあそこで待っとくか。寒すぎ。お疲れ。寒すぎ。手動かないっすよ、マジで。ありがとうございます。いいですか。めっちゃ寒かったっす。やばい、マジで。手動かない。さじかみすぎてやばい。みんな、なんか。かわいいですよ、ひかりさん。売りやすいっすね。ええー、な。売りやすそう。あ、来た。あ、来た。すげえ。かっこいい。いいっすね。あれさんも乗れる。うちも乗れます。メンキャー。ヘルメットこれ。え？これかわいい。いい、どうぞどうぞ。それはすごい。残したっけ。あ、飾る。ちょっと食べる。おお、やばくない。すげえ。もう今日から、いいね。もう乗った乗った。でもここまでなんか熊田君が埼玉から。いや埼玉。埼玉から乗ってきたんですか。いや、水道橋ぐらいです。寒くない。超寒い。すごい。いいな。すごいね。ですよね。え、詰まりやすいかもしれない。え、だってもうないんでしたっけ。そう、もうない。ですよね。やったじゃん。やったよ。これでアリシャンシーに行けるよ。これからすごい。うち今日撮影ってちょっと忘れてて、電話かかってきてヒカルさんといるんだけどって、え、なんでって思ってた。バイクだって思って、何で趣味だと思って。プライベートで。プライベートかと思ってた。近かったね。すごい。え、ブーンやってる。え、やっていい。似合うね。え、これは、これは自分で選んだの。そう。おお。なんかそういうバイクじゃないでしょ。コールするバイクじゃないでしょ。新車だからこれやった。いいね、かっこいいじゃん。撮影化していただきます。お、いいじゃん。これはいいわ。うん、やったですね。もう愛着はちょっとやばいわ。なんて名前、なんて名前すんの。なんて名前。何にしようかな。ボブ。ボブ。ボブ。ボックスっていうバイクだった。あ、じゃあボブ。スポンジボブって言ったら、ボブ。ボブ。いいね。じゃあ第2弾はサオリンのバイク勝手に改造して。やめろ。絶対それだけはやめて。ここなんかね、貼っちゃって。下サイズ。カスタム。カスタムして。え、何してたんですか、ヒカルさんは。一緒に買い物に付き合ってあげたっていうのね。そうです。そうです。これ配るの得意やから。買うことで、あと趣味が配ることやから。ヒカルさん乗らないんですか。でも免許あるよ。ああ、ヒカルさんこれ出したらちょっと笑っちゃう。お待たせとか言って。これでデート行ったら、これでデート来たら二人乗れないですもん。一人で彼女どうするんですか。一人で来て、
つ。いいなぁ。どうぞ、iPhone でナビ。全部プランじゃあ、Uber Eats も頼む。あっちゃん、職を失ったら Uber Eats で働いてます。いいね。第2弾、ヒカルさんちに Uber Eats してみた。これでね。これで。え、乗ってる姿は動画撮りました。撮った。撮りました。じゃあ YouTube でしてみます。いや、いいな。次はマリナかアリシャ、どっち先にする？いや、マリナじゃないですか。マリナ、スケジュールはもうちょっと空いてる。あ、いつでも。いつでも。あの11から17はもう1個も予約入ってない。じゃあマリナやらせる。タオリンのこの撮影にわざわざロケマサ君とカタゲさんが来たんですと。でも2人がめちゃくちゃ詳しい。バイクに詳しい。あ、そうなんですね。2人とも。なるほど、なるほど。あ、じゃあよかったです。めっちゃ楽しかったですよ、こっち側も。楽しかったですよ。まあ、走られたんですけど。うち昔、トゥデー乗ってました。トゥデー乗ってた。ピンクのトゥデー。すごいよ。こういうバイク好きです。よかった、じゃあボブが。はい、ボブ。ボブ大切にします。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、サオリンご帰還みたいなんで。ご帰還。言えばね、これでもう今から一人で帰るんで、ね、最後見送ろうと、うん、何か言い残すことは。え、絶対事故だ。まあ、そこだけ一番気をつけてね。そうですね。危ない、安全運転で。いや、危ないでも、ほんまに。じゃあ、ありがとうございました。気をつけて。はい、気をつけて。うい、すごい。おー、ありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんと乗ってる。うわ、ちゃんとね、端っこはね。本当に帰って帰りましたよ。かわいいんだけど、かわいい。見れなくなりましたよ、もう。分かった分かった。いいですね、めちゃめちゃ喜んでますよ。めでたしめでたし。ありがとうございました。まあ、後半続くから、まだマリナとアリシャ編が、はい、楽しみに。こっからしかもさらに多分豪華になっていくんで、ね、これは序章ですよ。これで序章ですもん、ね、うん、これまだ優しいなって思うぐらいの。この後まだすごいラン残ってるんでね、そちらの方も楽しみにしとってください。